クリスチャネルスタート。やはすクリスです。はい、今回はねちょっとね前回に続いて人工飼料のね動画になるんですけど、今回はねちょっとうちの西アフたちにね2匹に人工飼料をね与えていこうと思います。まあこれまでずっとね生き餌の、まあ、ショップにいた時は家子で、まあ今家にいる時はジビアを与えてるんですけど、まあちょっとね人工飼料もね与えていこうと思って、今回ねこちら、はい、レオパブレンドを買いました。こちらは、はい、まあ、ジェックスさんのねやつですね。でこれはレオパの硬いなんか結構デカめのやつをね買いました。でこれをまたね多分前回見せたみたいな湿らしてあげるような感じでねあげていきたいと思います。はい、結構ね量は入ってますね。なんか 60g と 120g があったんですけど、自分はね 120g を買ってみました。まあこんな感じでねここにねレオパだけじゃなくて、はい、西アフもねここに真ん中に乗ってますね。それではね与えていきたいと思います。はい、まあね袋から出してみた感じはこんな感じですね。まあ、結構ちっちゃいですね。でまあこれもねちょっと前回同様湿らせてあげていこうと思います。はい、湿らせてみたんですけど、まあ、やっぱりね、原料がね昆虫なんで結構匂いは強いですね。じゃあまずは左のケージにいるマロンちゃんにねあげていきたいんですけど、はい、冬くんがめちゃくちゃ興味津々に出てきましたね。あ、帰ってきました。まあ結構冬くんとかマロンちゃんどっちもねお互いのケージに餌あげてるときはねすごい見に来ますね。まあ、それではちょっとねあげていこうと思います。どんぐらいね一日にあげるとか書いてないんで、まあ一旦食べるか食べないかっていうのを見ていこうと思います。はい、出てきましたね。おっと、まあまあまあ硬さはいいんじゃないでしょうか。食べますね。はい、めちゃくちゃ食べてます。さあお味はどうなんでしょうかね。人間がね食べちゃいけないもんだと思うんで、これはわかんないんですけど、結構でもね食いつきは良かったですね。はい、2個目です。まあ、虫と同じ感じの食いつきはしてますね。食いつきはめちゃくちゃいいですね。なんかこのペロペロしてる感じも結構ね、なんかリビアとか食べた後はこんなにペロペロしてるとこはないんですけど、めちゃくちゃしてますね今は。残さず食べますね。ちょっと下に落としたものを食べるときね、キッチンペーパーをペットシーツをね噛んじゃったらあれなんで、あんま落としたくないんですけど、めちゃくちゃ残さず食べようとしますね。これはなかなかすごいですね。はい、3つ目あげたいと思うんですけど、下に落ちてるのが気になってますね。多分あれ食べますねこのまま。さあちょっと待ってみましょう。まあ、自分が喋ってるんで、まあ、それもね今聞きながら考えてるんだと思います。慣れてない個体だとね、やっぱ人が喋ってるとねあんまりご飯しないとかそういう子もいると思うんですけど、まあ、うちの子マロンちゃんはね普通に食べましたね。はい、めちゃくちゃ食べますね。でなんかいつも以上になんか舌をペロペロ吸ってる気がします、なぜか。まあ、それはなんでか知らないんですけど、はいはい、食いつきは抜群ですね。これめちゃくちゃ食べますね。まあ西アフはその自分が飼ってるフトワゴとは違って野菜を食べなきゃいけない種類じゃないんで、もう美味しいものをずっとね食べてられるっていうのはいいかもしれないですね。まあ、こんな感じでねもうほとんど好きなものしか食べないっていう、それがいいですよね。まあ、なかなかね好き嫌いがないっていうのはいいんじゃないでしょうか。
全部虫だから美味しいでしょう、きっと。ふゆくんが今ね隣でねすごいケージから顔出してるんですけど、ちょっとねあと1個あげましょう。はい、この食いつきですよ。はい、ちょっとね隣のケージからふゆくんがめちゃくちゃダッシュでこっち来てるんですけど、やばいっすね。あ、見えてますね一応。さあマロン食べてくれました。マロンちゃんラスト1個ですねこれは。はい、こっからはねふゆくんにね与えていこうと思うんですけど、ちょっとねマイクが充電切れちゃって、今ねちょっと音声ね変わってるかと思うんですけど、ちょっとご了承ください。はい、ふゆくんもねあんだけ反応してただけあってめちゃくちゃ食べに来てくれましたね。もうね隣でねマロンちゃんも残りカスをね食べてました。はい、ふゆくんはねちょっとねまだねマロンちゃんよりも2ヶ月ぐらいちっちゃいんで、ね今食べ盛りなんでねたくさんね食べてもらいました。はい、こんな感じでねもうすぐ食べちゃいますね。結構ねまだふゆくんはね尻尾もね細いんで、まだねご飯を全然ね与えていってねいいんじゃないかと思います。でこんだけねやっぱ食いつきがいいんで、このレオパブレンドね、レオパだったり似てるね種類のニシアフだったりもね、トカゲモドキとかにはすごいね最適な餌なんじゃないとかと思いました。はい、やっぱりねなんかねこの餌あげるとね下ペロをねすごいしてますね。リビアあげた時は、ここまでしてなかったんですよね。なんでなんかねあるんですかねそういうのが。はい。もうね目に見えた瞬間ねピクって振り向いてましたね。はい。隣でねマロンちゃんがシェルターから顔を出したり戻ったりしてますね。でもこんな感じでね今回ジェックスさんのレオパブレンドどっちの子もね食べてくれたんで、ふゆくんもマロンちゃんもよかったです。これはねすごいおすすめですね。もしよかったらね飼ってる方はね試してみるのいいんじゃないかと思います。はい、これからもねこういうニシアフだったりフトアゴだったりね可愛い動画をね出していこうと思うんで、もしよかったらチャンネル登録高評価お願いします。はい、それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。